さんこんにちは、七瀬アリーサです。いつも動画見ていただきましてありがとうございます。今日はじゃーん、洋書を読むコツを、ポイントをお伝えしようと思います。久しぶりに洋書を読もうかなと今日は思いまして、 Building the business of your dream ということで、あなたの夢のビジネスを組み立てるには、これはマレーシアで買ったんですね。だいたい900円ぐらい、外国で買った方が洋書全然安いんですよ。で、だから海外行った時は洋書一つぐらい買うのがいいかなと思います。おすすめです。パラーっとめくってみて、なんか難しすぎたらあれなんですけど、知らない単語がどれぐらいの割合で出てくるか、まあ最低でも半分以上は知ってる単語の方が読みやすいので、そういう本を選んでください。まず、まあ英語ばっかりで眠たくなるとか、わかんない単語が出てきて全く意味がわからないとか、内容がつまらないとか、なんかいろいろ理由があると思うんですけど、多分ほとんどがわからないからだと思うんですね。結局なんで眠たくなるかって言ったら、わからないからだと思うので、なんで面白くないかって言ったら、意味がわからないからだと思うんですね。でも全部の単語知ってる人なんてなかなかいないと思うんですよ、ね、まずわからない単語がちょっとだけの本からスタートするのがいいと思います。で、私はなんですけど、あくまでいろんな仕方があると思うので、皆さん一人一人に合った方法でいいと思うんですけど、私の場合はいつもまあ適当に始めバーって読みますよね。一回読んでわからない単語があってもとりあえず読みます。で、意味を推測しますね。例えば、この、なんだろう。例えば、一つの単語の意味だけわからないとしますよね。例えば、テクニックがわかんないとしても、なんとか、use the ideal technique to understand your customers。テクニックぐらいわかるか。ideal がわからないとしても、例えば、ideal ってなんだろうみたいな。アイドルみたいな感じかなとか。で、この文章を読んでいくに従って、多分違った言い方でそれを説明してるので、なんとなくわかったりとかもします。なので、1回目読むときは、まず、そのまま読む。で、わからない単語が出てきたときに、鉛筆とか、まあ、ボールペンでも何でもいいんですけど、ちょっと下に下線だけ引いとくとかね、しますね。下線とか蛍光ペン、蛍光ペンで引くと多分蛍光ペンだらけになっちゃうから、線ぐらいがいいですね。そのまま読むんだけど、意味とか調べてそのまま読むんだけれども、線を引っ張る、わからない単語にね。で、ちょっと印をつけとく、調べる。今パソコンとかでも簡単にすぐ単語出てくると思うので、調べれば電子辞書とかない人でも携帯でもできますしね。意味を調べて書き込む。で、この時におすすめなのが英英辞典ですね。日本語で分かった方がまあ楽なんですけど、その英語を英語で理解するために英英辞典を使うのがおすすめです、ね。ブラジル人の友達から、彼起業家なんですけれども、投資家で起業家でっていう、すごいビジネス的にも優れた方だったんですけど、その人がこれいいよっていうことで、日本でも有名なマインドマップありますよね。本私読んでないんですけど、それの英語バージョン、まあ、原本ですね、元の本なんですけど、それをくれたんですよ。で、面白いのが、ほら見てください、ちゃんとこういう風に蛍光ペンで引っ張ってあって、意味がなんかポルトガル語でなんか意味が書いてあるんですよね。やっぱ頭いい人がやることって違いますね。で、こういう風にやっていくと、その、なんだろう、すぐ分かりますもんね。単語帳というか、にもなるし。だから皆さんの度合いにもあります。これぐらい、分からない単語がこれぐらいのレベルであれば、蛍光ペンの方がわかる、いいと思いますし、もしたくさん出ちゃうのであれば、下線ぐらいの方がいいと思います。赤線とかね。違う色でね。で、ちょっと線引っ張って単語調べてってなると、今こうお見せしたように、分からない単語が、の意味が書いてあるので、単語帳代わりにもなるんですね。で、まあ、意味を理解していきつつ、こう読み進めていくのがいいと思います。で、その本でリーディング力をつけて慣れてくると、多分だんだん早く読めるようになるので、まあ一回読んで終わりじゃなくてね、意味分かった上でもう一度読んでみるとかね、そうするといいと思います。
例えば時間計ってこれを何分で読むぞとかって思うと、あの多分眠くはならないと思うので、で速読力もつくと思うので、ぜひおすすめの方法です。でその時にあのやっぱり会話とかでもそうなんですけれども、読む時にここを飛ばしてもいいところとか、ここ飛ばしても意味がわかるっていうのが多分だんだん見えてくると思うんですよ、こっちで。それが多分リーディング力をつける上で大事なのかなと思います。ではおすすめの本とかあったら教えてください。